ペルービアンヘアレスドッグ。ペルービアンヘアレスドッグ。A、パービアンハリスドッグとは、ペルー原産のヘアレス犬種である。ごく初期は、食用犬種であったが、後に高貴な人のためのペットとして飼われるようになった。かつては古代、万家族が食用犬として飼育しており、戦いの前の重要な縁の際に出される特別な、ご馳走として食べられていた。また、 戦いがない時でもきちんとした管理のもと、協作や、飢饉の際に食べるための非常食としても使われていた。また、大きな戦争の時にはこの犬種の頭で作った笛が吹かれ、高貴な使者と共に、生贄として共に葬られることもあった。しかし、万家族が、インカ帝国に敗れると戦利品として持ち帰られて、貴族用のペットとして飼育され、改良された。 それにより体全体が黒っぽい本種と体色が薄い色のペルービアンインカをキットのに、犬種に分化し、それぞれ別犬種として扱われるようになった。かつては世界中のヘアレス犬種の根源と考えられていたが、現在は DNA 検査によってその説が正しくないことが証明された。その理由の一つは、世界中、厳密に言えば中国、ペルー、メキシコ、 ボリビア、エクアドル、アメリカ合衆国、アフリカなどに広くヘアレス犬種が存在しているが、このうち現存しているもので、ペルービアンとインカオーキットに通じた名を持っていたのは、メキシカンヘアレスドッグしかなかったからである。ただし、現在は絶滅したとみられる。エクアドルのエクアドリアンヘアレスドッグは作出日本種が使われており、ボリビアのカーラーはペルーからの移民によって持ち込まれた。 ペリューのヘアレス犬が基礎になっていることから世界中ではなく南米大陸のヘアレス犬種の根源となっているのは間違いないと考えられている。しかしその他のヘアレス犬種との DNA の関連性がなかったためそれらは本種は全く別の地域で独自に発展したものであるとみられている。このことを証明する一例となったのはヘアレス犬種が もともと存在していなかったアメリカで近年、作出されたアメリカンヘアレステリアである。ヘアレス犬種とは無関係である。この犬種は、同国原産のアメリカンラットテリア、ラットテリアの純血犬種から偶然発見された突然変異であり、無毛の個体をもとに作出されたものである。この犬種の成立によって、血統が管理された普通の有毛犬種の中から突然無毛の個体が、 現れ、それが繁殖することによって犬種に発展することを証明きたのだった。そのため、現在は南米の犬種以外は、ほとんどが、それぞれが別々に発生して発展した犬種であると、する説が有力である。ちなみに、DNA 検査によって、中国原産のチャイニーズクレステッドドッグとアフリカのアフリカンサンドドッグが禁煙であることも判明し、蒸気の説に対する混乱も起こっている。 ペルービアンヘアレスドッグは現在不 c 公認犬種で、ペットや小ドッグとしてのみ飼育されており、食用ではない。日本ではまだ登録されたことがないが、海外のヘアレス犬種愛好家によると、最も飼育が簡単なヘアレス犬種であるとも言われている。近年は本種とインカオーキッドを区別しない国も存在し、2種をまとめてペルービアンヘアレスドッグと呼ぶものもいるが、 そうする国であっても二種は別のタイプであるとみなして、意思交配を行わない。ヘアレス研修のため、普通は目の上の感覚毛と、髭以外の毛がないが、時には頭に白っぽい長い毛が生えている個体もいる。肌は滑らかで紫がかった黒色で、日差しにかなり強い。目の色は琥珀色で、体型はスリムで足が長い。長めの立ち耳、サーベル型のタレオで、 マズルは長いものとやや短いものがある。サイズには3つの階級があり、L、ラージは、体高50から65センチメートル、体重12から25キログラムの大型犬で、M、ミディアムは、体高40から50センチメートル、体重8から12キログラムの中型犬、S、スモールは、体高25から40センチメートル、体重4から8キログラムの小型犬であるが、 サイズ以外のステータスは同じである。性格は、まななけ深いが、見知らぬ人には警戒心が強い。通常は、毛がないため、肌に保湿クリームなどを塗って、乾燥から守ることが重要である。また、寒い日の散歩の際は服を着せないと風邪をひいてしまう。サイズによって、散歩量は違うが、L で50分、M で40分、S で30分くらいが適量であるとされる。 なお、毛が抜けないため、犬アレルギーを持つ人でも飼育が可能である。すべてのヘアレス犬種には一服に一子ほど、有毛の個体が生まれるが、これを、パウダーパフという。ペルービアンヘアレスドッグのパウダーパフ個体は、スムースコートで、全体的に毛色が白っぽい。また、通常のヘアレスのものには、歯が数本から数十本足りないが、パウダーパフ個体は、すべての歯が揃っている。 そのため、イノシツの安定を図るために繁殖には、同種のパウダーパフ個体とヘアレス個体を掛け合わせるのが普通である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。